ハワイの木にラブとか書いちゃいけません。どの国にもヤンキーはいますね。ということで始まりましたアロハマイチャンネル。今日はマリオットホテルの3世に行きたいと思います。ゆるいほらもうなんかね、ほらもうなんか夕日が落ちそう。早く行かないと。テラス席予約したんだけど入れるかな。たまにハワイね、あそうだっけみたいな時あるんですよ。そうだっけ予約したっけみたいな、あそこがいいって言い張って入れてもらうんですけど、どうかまあ早くしないと夕日が落ちちゃう。さあ急ごう。あれここだっけ。2階じゃなくて3階か。急げ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 。はい着いたよ。Oh, I love your headband. Yes. やった。おー、やった。Thank you very much. 泣きそう。なんかちょっとワイキキして、なんかこうちょっと気持ちに余裕持って、なんかこう焦る気持ちとかなくなって来れるようになった頃の、なんかワイキキの行き始めた時思い出しちゃった。なんか何だろう、何だろうね、実家帰ってきたとも違う。すごい3世来てよかった。なんか感動した。なんか飲もう。おしなが書いてあるよ。なんかなんか投げてくる。何だろう入ってきてここに出てきただけでなんかこうワイキキって感じに涙出ちゃった。Is this your first time here? No, I'm like four, five. Welcome back. Great to have you. Excellent. I love it. Spider roll. Ooh, spider roll. I love. Yes. I like that. It's bouncy. Oh, touch it. What? Yep. Oh, very nice. I want to eat it. I'm hungry. For you. No, you didn't. ハワイを愛してる人には何かここに見えるらしいんですよ。私の頭の上にアロハマイの何かが。もうすぐね夕日が落ちるんですけど、ちょうどねこのヤシ越しでトーンって落ちるのは見えないと思うんですけど、もういいのそれで。ヤシ越しの木漏れ日よ夕日の。もう十分、もう十分です。あとねなんかね、いかにも夕日がバーンってくると暑かったりもするので、なんかこのぐらいの感じが風も気持ちいいし、なんかビールが美味しい時間って感じなので、ビールが来ましたよ。今日も一日お疲れ様でした。皆さんどんな一日でしたか。今日始まる人もいるのかな。どちらにせよ乾杯。いいことありますように。なんかねもう何年ぶりだろう、 5,6 年どころじゃない間来なかったかな。そうすごいね、ハワイに来るために来てたんですけど、なんだかんだでバタバタして来れなくて、なんかなんだかんだでバタバタして来れなくて、行けないの実家みたいなとこあるじゃん。そういう感じでいつでも行けるかなみたいな感じで来れなかった。アヒロール、アヒカツです。アヒロール来ました。トロトロのソースがさ、ほらこれ端っこ美味しいよね。このレアのところと、おーおー、いただきます。うーん、アヒが美味しい。そのマグロ自体が美味しいのはもちろんなんですけど、このソースにねバターの味がするんですよ。サクサクの衣と周りお野菜とバターソースとアヒっていうのがお口の中ですごいいい香りになるの。ワイキキを味わえる場所、本当にワイキキの味ってあるんですけど、ワイキキの味がするんですよ。ここハワイって環境がスパイスだったり、環境が
旨味だったりすると私は思ってて、だから座り席にこだわったり、なんかお店のシチュエーションにこだわったりするのすごく好きなんですけど、でもそのワイキキの味がそのまま料理にポーンってここで食べるだけで入ってくるので、3席来た時はぜひこの入り口パティオの席だよねって言われて、パティオお願いっていう風に予約するといいと思います。このアヒカツとこのガリ一緒に食べたり、わさびつけたりとかして、お寿司もここ食べれるの、私結構ここでお寿司食べたりする、ほんと1貫2貫から頼めるので、お寿司頼んだりとかして食べたりとか。前来た時ね、すっごい昔ね、悟空いたよ悟空だっけ、あれ悟空のほらに命を吹き込む方、あ、それ三平みたいな、三平じゃないよ、なんでなんだっけオスのなんか三平って出てた、悟空ランドに出てた。これスパイダーロール、私これ好きなの、辛いんだよちょっと、これほら、これもソースがかかってて、これね、カニのフライ、またカニ食べてるって思ってるでしょ、そうだよ。ラーメン、このラーメンが好きなんです私。あ、ほらカニがさ入ってて、でね、これにね多分トリュフオイルが入ってるんですよ。トリュフオイルと多分ねバターの香りがついてて、でもお出汁はちょっとラーメンって感じで、ハワイにいると風に当たることも多くて、あとエアコンの風にのすごく気温の低いところにいる時間も多くて、かつ冷たい飲み物もねこうやってたくさん飲むじゃないですか。そういう時にねこういうねラーメンがね染みるんですよ。それをこのワイキキスパイスとともに味わえるところってなかなかなくて、最近ねなんかいろんなところにラーメン屋さんできてるけど、これをお寿司屋さんで食べるっていうこのシチュエーション、最後にこれを締めて食べるも美味しい。これ多分ねパクチーなんだよね。まだ私パクチーが好きだからさ、知ってる、パクチーってね精神安定の作用があるんだって。もうハワイに来て安定してるのにさらに安定みたいな。わあ、あ、ビューフォル。Okay, so you have the cherry, pineapple, and then lychee. Yeah. Enjoy. Thank you so much. なんかさ、こういう昔ながらのさカクテルみたいなさ、この甘いさ、美味しいんだか美味しくないんだかわかんないこのつけたチェリーとかさ、いいよね、なんかね。クリームソーダとかさ、大人になったらあまり飲まなくなるじゃん、飲む人もいるかな。てかないじゃんクリームソーダって。もこのなんか感じ好きなんだよね、王道っていうのが。なんかこれがもう象徴してるその三世を。あのワイキキとかハワイってどん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 新しいお店が出ていって、おしゃれなところもいっぱいあるし、新しい味もいっぱい出てくるけど、なんかこれ三世みたいに昔からある、本当にその観光客も行くし地元の人も行くみたいなところ、このワイキキの一番いい場所にあるね。やっぱガイドブックとかってどんどん新しいところを紹介するので、そこに目が行きがちだけど、こういう老舗のねこういうところ来るとね、やっぱりね
サービスも行き届いているし、味も安定しているし、そしてもなんかこういう懐かしい感じで美味しい飲み物を出してくれるので、誰と来てもいいですよ。カップルで来てもこういうパティオのこういうテラス席みたいなところでもこうゆっくり楽しめるし、友達と来てもいいし、あと家族で来てもお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと来ても、このねご飯がこのねお米がね美味しいの。いざという時の三世でこう心に留めておくと助けてくれるんじゃないでしょうかと思います。迷ったら三世と思いますね。和食ってワイキキで行かなくていいよじゃなくて、違うんですよ、この和食を食べながらこのワイキキのこの景色と空気が楽しめるっていう、なんかこうどっかから必ずあの生演奏の音が聞こえてきて、風が吹いて、でこういうねトーチに火が灯ってっていうのを全部ここでこう全部盛りでパクって一口のスプーンで味わえるみたいな場所なので、もうぜひ来てほしいです。もう おしゃれな女の子からおじいちゃんおばあちゃんまで来れるところだと思うので楽しみに来てください。毎回飲みたい。あ、なんかもうザ初期のカクテルって感じ。ひねってない甘い味の、だからね、なんだろう、喫茶店とカフェ だったらこっち喫茶店って感じ。喫茶店の良さってあるじゃん、こう焦げ目のつけた美味しいトースト、シンプルなトーストにとかさ、クリームソーダあるナポリタンありますみたいな、なんだろうな、昭和のハワイが味わえるっていうのだけど、ちゃんと味がどんどん洗練されてるっていうのがすごくいいなと思います。それでは皆様の一日がよくありますように、明日も今日もよくありますように。と言わなかったんだけど、私の中でもうここに来たのはアルファモエチャンネルの復活、アルファモエが復活するお祝いぐらいの気持ちで来てたから、今日はねお祝いで3世来たんだってなんか言ったら、なんか何のお祝いかも言ってないんだけど、ハッピーアニバーサリーっつってお祝いだよって言って、ほらなんかいいじゃんこのさ、味噌汁のお椀にさ、アイスクリームとさ、この昔ながらのケーキのろうそくみたいなのが刺さっててさ、全力のお祝いしてくれてるじゃん。あるもので全力のお祝いのこのしみる感じ、分かった？このお店がどんだけ本当に心根の優しいお店かっていうの、皆さんにいいことがあるように、アルファ米の人生がありますように。いくよ、引き返してくださいね、一緒に。